ということで続きやっていきたいなと思います。ということで今回なんですけども、ですね、裏ボスか、ついに彼と、待てよ、1ヶ月ぐらい前に違う世界戦でも倒してるような気がするんだが、まあいいや、作戦満タンか、これ満タン、やべ、まあいいか、レックスが、またレックスがあの人だったんだ、私がずっと感じた強い力の人来ました。で、寝てんのかな、また寝てんのかな、どの世界線でも常に寝ているんだが、ね、待って、でもってどうしよっかな、まず満タンに、ちょっとね、先にちょっと使いたいかい、どれぐらい、 12、 マジ12なのか、待って、さっきメタルキングの鎧をさ渡す、さあ誰が、王者のマントってあれなんだよね、確かね、あれだよね、呪文や吹雪の、うん、そっか、どうしよっかな、渡す、炎の鎧、炎系は来るかな、いいか、ピエールにするか、 OK、 ピエール頑張れ、ピエール、すいません、8の世界でもやったんだけど、これ何、どんな攻撃するか忘れちゃった、忘れてしまった、まあいいや、行こう、うりゃうりゃ、さあ行きましょう、お疲れ様です、さあ来た、グゴゴゴゴゴゴ、口癖かなこれ誰が、我が眠りをいつも寝てるな、どこでも寝てるよね、かわいそう、いつも寝起きにさあれだろう、戦い挑まれるんだろう絶対かわいそうじゃん、我が名はエスターク、今はそれしか思い出せる、いつもは自分が誰かもわからん、果たして自分が善なのか悪なのか、それすまもわからぬのだ、私に何か用か、私を滅ぼすためにやってきたのだろう、オッケー、んー、まあいい、いいえ、いいえだとどうするんだっけ、まあいいや、歯にしようか、ならば仕方がないな、私は滅ぼされるわけにはいかぬ、サークルが良い、かわいそう、いつも猫身に襲撃されてあ、寄ってきた、ちょっと寄ってきてる、さあ行こう、行きましょう、どんな感じでしたっけ、エスターク、ほんとね、ファミコンっぽくないなんかここで急にファミコンっぽいというか、さあ行こう、作戦が全員ね命令されるようにしといて、攻撃攻撃、まあいいか、フバーハ入れとくか、行きます、フバーハいるっけ、忘れちゃった、根持って違いますね、こちらね、戦いのドラム行こう、 OK、 77、いいねいいねいいねよし、これは素晴らしい、これ122、フバーハ取られた、177、波動が来るのか、2回攻撃か、ちょっとやばくね、ちょっとやばくね待って、呪文で、待って、ベホンはレックスね、ちゃ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 、ピエール、やべえ、よかったね、じゃあ、いや、まあ、スクールというよりでも仕方ないっちゃ仕方ない、うーん、フバハもいらんね、攻撃していこうか、オッケー、で道具でまたまた戦いのドラム系、いいよ、タバサがね、ベホマ使えると楽なんだけどね、いいね、これは素晴らしいよね、メラゾーマ、誰、2回攻撃言わなず、まあいやちょっと待って、レックスが結構減らされるな、でここで入れ替えます、阻害、ほいほいほい、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよう、オークスでも MP ねえじゃん、待って待って、これでいいや、で戦う、これでいいんじゃないですか、攻撃、これね、ないんだよね、もうルカナンとか入ったっけ、あ、忘れてた、そうだ、こいつ寝るんだ、あ、寝るの今回も、よし、寝かそう、でもって呪文で作るとラリホ入んのか、攻撃で道具で寝るのかな、賢者の死亡、寝んのかな、そうだ寝るんだよ、今回これ5の頃は寝んのかな、すげえ忘れてた、はじかれた、眠らなかった、あ、待った、なんか、いやー、炎くんのか、うーわー、つえ、やば、やめて、あぶねえ、よう今残ったね、あんたあれよう残ったな、オッケーオッケーオッケー、で持ってベホマを倒すと、オッケーで、特技ラリホ、待って攻撃で呪文でラリホとかないんだよね、ザオリクない、ベホマーラ行こっか、ベホマーラで道具で賢者の石行こう、オッケーオッケー、
ょで寝るのから光の壁がどうこうって言ったよね。なんか使ったっけ、使ったこう、いやーこれさちょっとレックスが魔法に弱いな。解けた、 OK、 やめて、やいい、待って、 OKOK、 ナイス、待って、ちょっと待って、レホマル、 OK、 おーナイス、待って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 、寝かそうぜ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 、これ寝るだろ絶対。入れ替え、爽快、待って、どうしようかな。でレックスのところに誰入れようか。ラリホー使ってたよね、たくさちかね、さっきね、サンチョさんね、オッケー。でもで、ごめん間違えた、入れ替え、いやまあこれでもいいのか、まあいいか、戦う、寝かそうぜ。でもって攻撃、攻撃、呪文で作るとこあたり入れる、いやいらないか、ラリホーちょっと2回入れるちょっとね、ラリホーオナシャス、オッケー、いけるいける、寝かせ寝かせ寝かせ、効かなかった、やばい、サンチョが死にそう、うわ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、やばい、ごめんなさい、ですか本当にこれちょっと待って、デボラ三中生き返らした方がいいな、これね。でレックス、レックス OK、 ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよっかな、ねちょっと待って、ちょっと待って、失敗したな、すげえ失敗してね、これ OK、 いや参ったな、レックス入れてオッケー、で戦う戦う戦う、呪文でザオリ、いや違うんだ、えラリホー絶対入んないのかな、え参った、でもってこっちでしょ、でこう、えどうしよっかな、こうでいいか、こうするか、戦う、いてつく波動、おたけび、どうだろう、いけんのかな、オッケー、で呪文でザオリク、賢者にしよう、オッケー、よし待って、お願い超強くね、いやー待って、うーわーこれ死ぬ、待って、うわっ、サルコ、オッケーオッケーオッケー、よし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 、障害、オッケー、でもって一回これでもう一回立て直すんだが、おーオッケー、ちょ寝かそうよ、寝かしたいんだ俺、呪文ベホマで攻撃、呪文でラリホーで呪文で、いや待った、死ぬな、いやどうしようかな、レックス、あちょっとこっち待てちょっと待って、ほんとごめん、どうしよう、今 HP が一番多いやつで誰だ、レックス以外で、これがなベホマラ使えないじゃん使えないな、モークス、これでいくか、攻撃ベホマ、レックスにとこか、根持って攻撃、ラリホーで呪文でベホマの攻撃しよう、いいんじゃない、青さんがベホマ、よー早い、ナイス、寝て、マジ寝て、マジ寝てくれ、なんなんちょ、やべ、オッケー、あ戻った、危ねえ、オッケー来た、効かんのかい、諦めます、諦めます、寝ねえじゃねえかよ、え寝んのこれ、ちょっと待って、山頂はいらん、山頂はいらん、山頂はいらん、はい、もっと戻します、いきます、呪文でまずね、ベホマ攻撃、クバー入れます、ね、ドラム入ってるね多分ね、イデツカハード来てないもんね、バイキルとかないんで道具で賢者の証言、よし頑張ろう、いきます、1回ぐらい食らってくれるでしょ、他のメンバーに食らわせたりとかしながら、やばいやばい、フバーは命だ、やばい、オッケー、いいね、よしオッケー、やばい、マジやばいんですけど、オッケー、特技ベホマをこっちにオッケー、で呪文でベホマラ足りない、オッケー、ちょっと防御していいですか、もうちょっと防御しましょう、防御、オッケー、行こう行こう、ちょっと待って、いや強いな、ちょっとレベル上げてきますよ、じゃあ
ちょっと待って、マジでごめんなさい。ちょっと装備を、オッケー、ナイス。いやー、待った、危ねえ。いやー、やばい。ナイス、いいじゃん。うぅー、危ねえ、危な。呪文で、ベホマを攻撃で、どうだね、オッケー、死亡。やばくね。ちょっともうやばくねこれ。もうなんちょ。オッケー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 。待って待って。誰だ。オッケー。よーしよしよしよし。いいよ。やばくね。めちゃめちゃ。もうね。誰だ。まあ、いやこうにゃん。ちょっと。いや参ったな。ベホマラーかな。使えんのはでかいな。MP 足らなすぎじゃない？ MP が足らん。 OK、 MP が足らん。賢者の石がな。でもエリトも相当強かったからね。これ意識関係が、まあフバーハ入ってんのはでっかいね。いいんじゃない？ OK、 いいよ。よし、こっから立て直そう。大丈夫、まだいける。まだ一応ベホマー残ってるから、いいよ、いける、頑張って。負けないで、負けないで、頑張れ。よし、オッケー、120いったで、300ぐらいは入ってるから、いいね、こういう、うわーい、オッケー。でここら辺だよね、だから。あー、危ない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 。これがまだ使えるから。いや、ベホマいらんかったか。あーか、そうか、賢者の石いらんのか。まあいいや。あ、後ろのメンバーがこれで全開してるかもしれないね。オッケー、いきかー。オッケー、いいよ。で、青さんだけがちょっとベホマでレックスで攻撃、攻撃で賢者の石、オッケー、いいよ。やっぱタバサがちょっと先に行けるのいい。で、タバサの MP 何に使うんじゃって話だけど、まあいいや。117、OK、 いいね、頑張ろう。イオナズンでかいね。イオナズン痛いよね。よし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 、まあいいんですよ。もう仕方ないんですよ、別に。これは攻撃攻撃攻撃、賢者の石を先に使いましょうかね。 OK、 いいね、65。そんな強くねえな。よし、 OK、 もう仕方ない、これで戦っていこう。もうミルドラースと一緒だわ。よし、オッケー。いや待って、いやーやられた。いやー待って、あー、タバサちゃんやられちまった。攻撃、いやちょっと難しくなってきたな。ちょっと待って、生き返らせたいからね。持って道具も何もないと。いや参った。祝福の杖持ってんじゃん。祝福の杖誰でしょうか。オッケー、ベホマ、よしよし、あれでか、ザオリコいけるのかい。だ、おお、あ、あ、耐えた耐えた。今絶望かと思ったの。特技でベホマを進んで、呪文でザオリコいけるよね。いやー、ギリいけた。ナイス、オッケー、どうにかなる。いや待ってよ。あー待った、世界中のこれ無理だな。待って、レベルガチンコで上げてきていいっすか。じゃあちょ、もうなんちょ。オッケー、よし戦う。いやないんだよね。あ、メガザルあるじゃん。待って、復活の玉、もしもの復活の玉って使えるのかな。仕方ない、これは。いやどうしよう、メガザル行くか。メガザル行って特技なんもないんだよな。寝ねえもんだって。もう寝てくれないんだもん。戦う道具何もないもんね。呪文、ラリホ聞いてくれよ、ラリホ入れてくれよ。特技、いやー待って、何もないもんね。道具何もない。オッケー、
きます。防御したの、OK、おお、待った、あ、そういうことなんだ、裏のやつ今、うわ、もう馬車のやつ、いや失敗して、何やってんの、もうすいませんでした。一発逆転の秘策が、うわ失敗した、何やってんの、本当にそういうことなのか、うわ失敗した、いや失敗した、そういうことか、いや失敗した、なんで入れ替えなかった、いや行くんだ全員、でもヤンガスってさ、メガザル使った時にさ、後ろのメンバーまで生き返らせてたじゃん、エイトで、待ってよ、うわもったいね、生きてるメンバーにメガザル、いや失敗した、俺何やってた、いや失敗した、いや違うんだ、このメンバーに、もう攻撃していくしかない、ラリホ、いややっちまったな、ちょ、いや寝て、マジ寝て、寝ねえのかよ、やっちまった、 MP が足りない、MP が足りない、やばし、食ったー、これ無理じゃね、これ無理ゲーじゃね、ほらもう、いや、やっちまったな、レベル持ち上げっかレベル持ち、ああ終わり、やっちまったこれ、ごめんなさい、違う、いやさっきお金がない、ちょレベル上げるか、いやマジか、いやマジか、すいません、やらかしてしまいました、 OK、 すいません、1300ぐらい取れるんだけど違う、いや違う、復活のため、いやそこか、いや失敗した、ちょっともうベホマラ使えない時点でちょっとどうかなって話なんだけどね、そうですよね、すいませんでしたすいませんでした、ちょっとちょっくら考えがぬるかったような気がします、ちょっと、やっちまったな、いや復活の玉ら、いやな、俺なんであれ、もうなんで買えんかったかな、まあいいでしょう、リベンジ戦できるからいいじゃないですか、ダメでちょ、もうちょいレベル上げません、それならもういっそのこと、ザオリック OK、 カバス、よし、死んじゃってんじゃんみんな、いやあれでちょっともう一回生き返らせたらワンチャンもう一回あったかもね、ないかな、大丈夫です、いやー参ったねクソ復活の玉もったいね、もったいね、さあもうちょっと、ちょ他のメンバーもそうだね、ちょっと他のメンバーも装備を、ちょっとここら辺がね、ちょっとね、炎の盾とかしかないから、やっぱオークスちょっといるな、ちょ装備をちょっと整えて、まあ再戦でいいんじゃないですか再戦しよう、ちょ待った、いやーダメだったね、ちょっと時間があるからちょっと、ちょ待って、エビルワン、いややってしもった、あ待った、そっか、待って、ね、一回ちょっとどこだ、下のメダルの方の城か、 OK、 全然惜しくなかったよって、いや惜しくなかったなあれ惜しかったんかな、惜しくはなかったか、でもエイトはちょっと強すぎた、強いでしょ多分、強欲だから、そんなに強くないと思うんだよね、 OK、 ま、待って、びっくりした、今何個持ってるって、メタルハヤブサの剣に、ここにメタルキングの嫌な呪文にか、あれ寝なかったんだが、寝てね、寝なかったね、寝るもんだと思ったんだけど、あれあれなのかな、なんか あんのかな、まあいいや行こう、ちょっと最後に、違う違う、こっちじゃない、違う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 、オッケー、待って、ここ行けないんだもんね、そこね、
スゴロク上バシ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 言うと、いやー参ったな、ちょっと強かったね。まあまあいいんだけど、ちょっと他に強い、まあ、ここら辺でレベル上げしておいてキラーマシンでも仲間にするか。あ、そうだね、そうかもしれない。いいね、強いね。ドンドン96。ダメです。レベルちょっと上げるっていうか、ちょっとあの仲間をちょっと、仲間をちょっとキラーマシン欲しいね。キラーマシンちょっとゲットしとこうかな。頑張って、ちょっと頑張ってゲットする前にちょっと、これでもなんかいいもん取れたんじゃないの、なんかいい装備とかないかな。ちょっとやっていいっすか最後。スゴロク回行こう。よし行こう、行きます。よし行きましょう。25回振ればどうにかなる。行こう、振ります。今回前回何だったっけ、3。ダメです、やめて。お金ないん、あ、やべ、これお金ゼロになったらあれなんだっけ。やべ、オッケー、もう破壊の鉄器あるから楽勝でしょ。オッケー、いける、いきます。いいね、いいね、いいね、いいね。やばい、まあ、大丈夫か、やめて。オッケー、ならいいね、破壊の鉄器あるから超楽じゃん。オッケー、まあレベル上がる、上げしますよ。てか、そ、あのキラーマシンとか、どっち。わ、危な、1、2、3、オッケー、はい、きた。危ね、危ね、危ね、これ排除しちゃいけないんだよねこれね。まあいいや、来た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 。ちょっと仲間が欲しいな。89、いいね。ちょっとゴーレムとかも仲間にしてもいいかもね。ゴーレム強くなかったっけ、強かったよね。はい、オッケー。おー、65、しょぼしょぼ。4、1、2、また敵、これでなんかいいアイテムがもらえるかも。バブルスライム、オッケー、いいね。これ当たった時に攻撃出ていいんじゃない、なんか時間差が時間差のダメージ出んの、あれぞ、なんのあれ。サイコロあと20回いきまーし、1、2、3、4、さあ来た、メタルチャンス。くすみ来るんじゃないですか。来ないね。これ待って、どうしたらいいんだろう。違う、そうじゃないんだ。おっと、なんだ今の、違う、何やってんの俺。ちょっともうな、ドラゴンの爪って何なんあれ。いや、え、違う、間違えて使っちゃったのか。じゃあ、いやいや、装備しようと思ったんだ。ここまで進む、どっち、マイナス50は困る。 OK、 はい、モンスター、なんだ、ドラゴンの杖って使うとドラゴンになる、なるのか。ごめん、今装備しようと思ったんだ。いや、なんかさ、破壊の鉄球じゃなんかダメージ入んないのかなと思って、なんかクリティカル出ないのかなと思って。ブーメランとか、なんだっけ、範囲攻撃的なグループ攻撃のやつって確かあれでしょ、クリティカル出ないよね。さあ、スライムが、破壊の鉄球超いいじゃん。破壊だから、これでなんかロビンとか仲間になったら、ちょっとあのグランバニアの山行ってちょっとレベル上げてくるわ。50ぐらいまで50ぐらいまで上げてくるから、いきます。よいしょ、オッケー。何、奴隷の服いらんわ、もう奴隷の服トラウマだからいらんわ。これいけんじゃね今回。上、どっち上、来い、やめてください。クスミン来いよ、クスミン。なんだ、お化けキャンドル107、いいね。3で持って、こっちか、サイコロ振る。いや、お金ないんじゃ。1、 OK。 なんだ、魔物の餌、あ、そっか、魔物の餌、やべ、魔物の餌って使うとどう、なんだっけ。あ、うわ、これ絶対なんかなるやつ。あ、すげえすげえ、気持ちいいね。これいっぱい仲間呼ぶってやつでしょ。あ、 なるね、出るね、出たね、合体するよね。やべね、これで殺されるってのキングスライム、これでめ、これで殺す、あ、待った、ベホマズンいるんだ、忘れてた、スライムベホマズンってあそこいたじゃん。あれもね、え、あれも仲間になるとちょっといいかもしれない。ちょっとなんか今回なんか仲間に、やべ、お願いします。
やめて。ダメージを受けた。やばい、ちょっと回復しようか。死にかけてない？面の、うん、いけるか、オッケー。やめて。おーっと、前回なんだっけ、死んで負けたんだっけ。死んで前回確か死んで負けたよね。いきます、いきます。いいえ、やめてこい。下降りていいのかな。2、あれ、これ U ターンマークってあれ戻るやつだよね。オッケー、ゲット。500、待て、1、2、はい。なんだ、ダークシールドか。オッケー、いいんじゃない。オッケー、入れてください。あ、無理か、もう。え、階段行けないじゃん、そこ。いいえ、いや、ダメだ。え、オッケー、もう奴隷の服はいらねっつ。奴隷の服はいらないんじゃ。そ、ま、3個ね、オッケー。1、2、3、4、5、6、スゴロクダウン。さあ来た、ここで何かいいもの。うーん、サイコロ振る。いや、行っちゃいけなかったのか。強さの数値が変化してた。サイコロ振ってください。怖い。1、6、2、1、2。え、待った、終わりじゃない。うわー、ダメでした。これなんか生放送かなんかで俺あれだっけ、終わったんだっけ。確かそうだったよね。さあということで、すいませんいけなかった。いや、じゃあこういうの動画撮ってると結構運がいいからさ、ワンちゃんなんかクリアできんじゃねと思ったんだけど、すいません、いけませんでした。さあということで、ちょっとリベンジしますけども、なんかちょっと適当にレベル上げておきます。外で、あのね、キラマシーン、ロビンでね、多分ね、ロビンとかちょっと仲間にしたいんで、まあそっちでちょっと少しやりながら、レベル上げながら次再戦したいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。それでは皆さん、バイバイ。